ハイブリッドコード選手権はい、おはすみやし、バーチャルシンガーソングライターの本住吉直です。今日はハイブリッドコード選手権をしていこうと思います。ハイブリッドコード皆さんご存知ですかね。ハイブリッドコード、そうね、お、ずれちゃった。一番有名なのは何ですかね。例えば F 分の違う、逆だ、 G 分の F みたいな。ここは左手で G を弾いて、 G の単音ね、ベースが G の単音弾いて、右手がバラドン F を弾く、こういうやつ。こうですけど、こういうやつね。あ、F メジャー7選手だみたいな。私よくやるのはこれ、よくやりますね。ちなみに今のは、F メジャーセブンスオン G から、F マイナーセブンフラットファイブオン G、E マイナーセブンスオン C。これハイブリッドコードじゃないんですよ。そうなの？いや、見た目とか演奏の仕方は変わんないんですよ。E マイナーセブンス右手で弾いて、左手で C を弾く。ギタリストが Em7 を弾いて、ベーシストが C を弾く。まあそんな感じですけど。ハイブリッドコードではない。なぜなら、これね、約分するとじゃないんだけど、C メジャーナインスっていうことなんですよ。ドーミソシレって全部3度ずつ並んでるじゃないですか。だからこのね、3度の音入ってたら大体展開系なんで、ハイブリッドコードじゃないです。まあ、とはいえこれもさ、G 音 C ですけど、これも、言っちゃえばね、C メジャーナインスの3度を抜いただけですからね。ハイブリッドと、ギリハイブリッドみたいなコードだと思います。ギリハイブリッドだけど、まあほぼ展開系って言っていいかな。そんな感じです。こういうのをね、あのアッパーストラクチャーって言うんです。あのコードの上部に存在しているコードなのでね、アッパーストラクチャーって。だ、分数コード、単純に分数コードって言ってもまあなんかいろんな種類があって、まあ、その中でもちょっと複雑なもの、単純な展開系、こういう展開系、これはこれただの C メジャーセブンスじゃん、なんだけど、これ E マイナーオン C でしょ。はい、まあこれもね、あの E マイナーオン C みたいな、こう分数コードを使っていこうと思いますみたいなことをおっしゃってた方がいらっしゃいますけど、まあコード的にはね、ただの C メジャーセブンスなんです。まあただ意識の上でね、やっぱこう、右と左を分離するってことで、まあだから上をさ、ギタリストが弾くみたいな感覚じゃない？そうすると、まあちょっと、やっぱ違うものに、サウンドとして違うものに、なるかもしれないよね。意識が変わるからね。で、なんかフレージングもなんか E マイナー系のフレージングになるみたいな、こうなってたのみたいな違いがあるかもしれないけどね。はい、そんなハイブリッドコードですね。今日は研究していきたい。前回のあのメロディックマイナー選手権
すごい長かったよね。1時間ぐらいの長尺の動画になりましたけど。あれに続いてね、ハイブリッドゴールドをやってくぞやってくぞおう研究をね、動画を撮ると、かこつけて研究をしていこうかなと思います。3ミリ。とりあえず、あれ?書けなくなっちゃった。なんで?あ、消しゴムだからだ。バカですね。そう。C のキーで想定しましょうか。C メジャー7、D マイナー7、E マイナー7、F メジャー7、G7。まあ、G7 はね、ちょっと、あれかも。A マイナー7、B、ハーフディミニッシュ。B マイナー7、フラット5ね。これは右手。だとして。まず、キー、ベース C で考えましょうか。ベース C で考えると、まずここはないよね。C メジャー、C メジャー7はないよね。で、D マイナー7 on C は単なる転換系だよね。で、E マイナー7、ね、あ、これは、ここは何?転換系。転換系っていうのは D マイナー7が、の中に C の音が入ってるから、これが下に入っただけっていうことで。まあこれも展開系は展開系。展開系はまあ分数コードの一つなんですけど。別にハイブリッドじゃないぞ。ということね。別に使っちゃダメとかそんなことは全くなくて、全然使われるんだけど、ハイブリッドじゃないっていうだけなんですね。で、Em7 も、これもさ、さっき言った C メジャーセブンスの展開系じゃ、C メジャーナインスか。C メジャーナインスの、アッパーストラクチャー表記というだけですよね。で、ここで来たかな ?F メジャーセブン。あ、これも展開系だ。ことがありますかね。これか G7 ソン C。これは一応、そうですよね。これ何に使う?ドミナントっぽい使われ方をしがちかな。クラシカルな感じだよね。P のハーフディミニッシュ on C は多分ね、さっきの G7 とかと同じような雰囲気になると思う。あ、これおしゃれじゃん。ハーフディミニッシュオン C から C、E マイナー7オン C にこういくみたいな。これいいですね。ちょ
ちょっと良くない？おお、おしゃれ。おしゃれかも。ドミナントなのかな？機能的にはドミナントなのかな？トワイトーンがあるかドミナントなのかな？Em7。おいしいみたいC がもうペダルしちゃって。って感じだね。D。D は結構ありそうだよね。いきなりそうでしょ、これ。これ。C メジャーセブンソン D。これ何使うの？わかんない。何に使うの？でも、ありだけどね。ちょっと使い道あんまり、あんま思い浮かばない。これは展開系、展開系。これはアッパーストラクチャーはあんま気にしなくていいと思うんだけど。D、F メジャーセブンスオン D。まあ、かっこいいコードですけどね。不明者はないです。まあ気にしなくていいですね。G7 ソン D も展開系でしょ？ Em7 ソン D はなんかあるね。ありがち。ダブルドミナントに行く、こう、この、これをさ、フラットさせると、ダブルドミナントになるじゃないですか。ダブルドミナントって、D7 ね。D7 になって、G のドミナントに。D から A のハーフディミニッション D に、あちゃ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 違います。全然違います。A マイナー6オン D に行ったんですね。セブンスが後半音下がる。なんでその今の演奏したかっていうと C メジャーセブンスオンC メジャーセブンスのフラットファイブをするこの感じと間違えてた。こういうことね。で、でこれってイコール D セブンスのコードなんで、イコールっていうか、まあ、機能的には D セブンスだから、これは G に返すわけよ。D セブンス行って、まあ、C に行って、もうぐるぐる回ってるみたいな。循環コードですね。で、これも、いいですね。B のハーフディミニッシュは、バツ。バツ。展開系。展開系は今日は、
気にしないといけます。展開系を先にバッテンつけとくか。3つですよ。ん？待ってよ。Dm7 層に、これ何？あんま見たことない。ここが半音でぶつかる。なんモードっぽいよね。フリジャンモードコード。かっこいいっちゃかっこいい。そうか、全音したのをマイナーセブンを弾いてあげるとフリジャン感が出るかも、出ないかも。次、G7E は微妙だよね。G4E はさ、ただの Em7 じゃん。でもここで、これ使った瞬間に、Em9 みたいな。Em7 フラット9みたいなコードですよ。そうすると、まあ、突然響きがこう、なんかドミナント感が出ちゃうんだよね。だからナインスコードをさ使う時って3度でも、まあこれはさかっこいいじゃん。 Am9 とかジムノペリーかよってこれはいいんじゃないですか。なんだけどこうすると、今のさ、Dm7-2 を使うと、こう突然こうドミナント感が出ちゃうから、これを避けるために、あ、ここでもさ、メジャーセブンスしちゃうの。かっこよくない？かっこいい。G をシャープさせちゃうってことね。まあね、あんま使いにくいかなっていう感じしますね。うん、まあドミナントな一種っていう感じだと思う。雰囲気。B ハーフディミニッション E もきっとそうだろうな。同じノリだと思う。まあ、ただ G7 よりもちょっとなんかドミナントっぽさは薄れてる気がする。まあ不安定なんだろうな、まあ、このハーフディミニッシュの構造が。次、番所があれかも。次 F1C F メジャー7ソン C。これはありそうだよね。アーメンみたいな。セブンス入れないで。Em7-F。
こがぶつかるからね。使い道今思い浮かばない。あ、お、お、なんか私逆言ったね。イフメジャーセブンソンシーじゃない。てかイフメジャーセブンソンシーここじゃんね。ここじゃんね。なんで×だったんだ。展開系？展開系か。単なる展開系だ。CメジャーセブンスオンF。CメジャーセブンスオンFは、こう。なくはないって感じだよね。今王道進行の中に突っ込む F の代わりに C メジャーオン F を突っ込んでみましたけど、展開系展開系 A マイナスオン F、 これもなんかすごそうじゃない。 E と F がさぶつかるから、あ、かっこいい。ナインスコードだわ。なマイナーナインスコードだわ、これ。かっこいいと思ったけど。ただのマイナーナインスコードでした。これも展開系です。次。G。G メジャーオン、セブンソン G は、展開系。D オン G はあるよね。これは、どっか出てきたな。どっかで出てきた。Aマイナーオン D あったじゃん。これ。これ。とさ、同じなのよ。違った。これ。さっき上に書いたコードの進行を。ただずらしただけ。さっきは Am-D、これでサスフォーを解除して、今度 G の Dm7G のフラット5することでサスフォーを解除して戻ってくるみたいな。まあ同じですよね。同じ、よく出るみたいな話ですよ。Em7G は古典会計、これがさっきあれしたこうですよね。あれよく使う、よく使うやつ。F メジャーセブンソン G ですけど。F メジャーセブンソン G かな。サスフォー解除するついでに、F、ハーフディミッション G にする。C メジャーセブンソン G に変わりするみたいな。これよくやる。サスフォー解説だけだ。ここの C を弾けばいいだけなんだけど、あ、そもそもこうやってサスフォーのコードだってわかる。こ
ンサスポじゃん。これの代わりにテンションがいっぱいいった愛っていうぐらいの感じね。でこれを一音だけ動かすっていう、これでも同じこと、同じことって同じじゃないんだけど全然同じではないが、機能的には同じことだよね。なんかおしゃれトッピングの乗り方が違うみたいな料理は同じ料理だけど、ピザだけどトッピングが違うみたいな話だよね。でここでさらにテンションオルタードさせちゃうっていう、まあまあこれ品質、覚えた方がいいこれそのまんま A マイナー展開系、これも単な G7 になっちゃうから G9 すんだけどね。 B フラットハーフディミニッション G にすると、ほら単なる9ですけどなんかあんまりいいだよね。 A マイナー、いやー入らない。A-7。画面が入りきらないことが確定したんですけど。どうしたらいいですか？展開系、展開系。おう。これさ、ここ出てくんだ。へぇー、ちょっと面白くない？このこと。さっきの Am7 ソン D とか Dm7 ソン G とかと同じコードタイプがここに出てきます。おお、さっきと同じことするとこう、おこんなですよ。ここは A7 ですよね。なんだ。A7 のサスフォーみたいな意味合いですよね。だから、5-7-2みたいな。行動でしたね。 D に解決するセカンダリードミナントみたいなドミナントがサスフォーしてるみたいな感じの、雰囲気なので、サスフォー戻してあげる使い方がまあ鉄板かな、鉄板なんじゃないかな。ちょっといいですね。F メジャー7は、展開系です。G7 オンリー D じゃない？ A って何？ここは完全にハイブリッドですよ。何これ？G9 スの展開系みたいな感じだ。まあ、まあ、ギリハイブリッドだと思うんですけど、いや嘘。あと、ここ、なんで私マイナス7にしてんだ。G7 をね、まあ、なんか響きがやっぱり鋭すぎちゃって、なんか、やりづらい感じする。で、G7 鋭度が高いから、でもこういう使い方だと
D7 に行くような使い方だといけるかもしれない。これは基本形っていうんだっけ展開形じゃないやつ。なんて言うんだっけ展開形はインバージョンですよね。インバージョンじゃないやつ。なんて言うの、で、B ハーフディミッシュオン A も同じような意味になりそう。だけど、私の経験から言うと、ああ、でもそうでもないか。あ、でもこれ展開形だわ。展開形でした。すみません。そりゃそうか。さあ、目に見えない心の目で見てください。ここはね、C メジャーセブンス展開形です。E マイナーセブンス展開です。G セブンス展開形です。B ハーフディミッシュは、基本形です。D マイナーセブンスオン B と F メジャーセブンスオン B と A マイナーセブンスオン B のこの3つのコード。まあ一応弾いてみましょう。D マイナスルソビ。なんだおや。ハーフディミニッシュの、だ、B マイナーセブンス、B マイナーナインスフラットファイブみたいな。あ、違うか。そもそもさらに、ナインスじゃなくてフラットナインスだ。ここが Bm9 じゃないですか。これのフラット9にして、さらに5もフラットする。まあ、すさまじいですね、これね。半音が、半音ふっか、で、ここが半音でぶつかっておきながら、さらにトライトーンもあるみたいな。強烈な不協和音ですね。何に使うんでしょうか。F メジャーセブンソンビ。これあり。かなり不協和度高いですけど、ここにトライトーンが発生する。だドミナントの一種かな。かないかなぐらいね。次 A マイナーセブンソンビ。これもだいぶやばいですね。なんだこれ。何に使うんだろう。ただ P を弾くってことはさ、なんか。C とか Am に行きたくなるじゃない？そう考えるとなんか。まあ、ベースがちょっと刺繍音的に動いたみたいな。Am7 ですから。セブンソンビニュー動いたみたいな感じで捉えるといけるのかな。一応見せ、一瞬見せますか。これね、はい、ということでこれダイアトニック上のハイブリッドコードでした。いや、私研究したいのはさ、しまった。まあ研究したのさ、メロディックマイナー上でも同じことできるんじゃないかなって思ってて、なのでどうしよう、 A で行く、 A メロディックマイナーで行く、 C で行く、 C で行こうか。
C メジャー7、この回さらに倍続くのみたいな。C メジャー7じゃん。C マイナーメジャー7。D マイナー7。E のメジャー7のオーギュメント。F7。ちょっとフラット5にしてみようか。F7、フラット5。G7。A のハーフィニッシュ。E のハーフィニッシュなんですけど。そうだな。ちょっと、体力の限界を感じてきたんで。この4つのことについて考えますか。この4つのことについて。で、C、D、E フラットのこと。E フラット。F、G、A、B。これ、ちょっと詰めすぎた。さっきさ、下が、空いてたから。集まってたから。こんがけて大丈夫だね。これは、そのままと。これはそのままと。ということで、見ていきましょうか。まず、縦に行く。まず、C マイナーメジャー7。出ました。メロディックマイナー。かっこいい。これに対して、D。なんだ。これは展開系になるよね。これは何？展開系。インバージョン。インバージョン陰部って書いてあるか。これなんだろうね。Cmメジャー7オン B、A マイナーみたいなコード進行です。普通のさ、カノン進行あるじゃん。このカノン進行の B のところで、これを使ってみた。まあ、あり得るかな。C マイナーメジャー7オン F。これはさ、さっきのさ、あれ、Dm7on G みたいなやつだったじゃん。これの仲間だよね。Cm7on F ってこうじゃん。いわゆるサブドミナントコードだよね。コード。サスフォーが解決するみたいな感じだけど、これが、ここに行くってことは、もうなんか、この時点で、この、メジャーサードが、サスフォーになってないんですよね。メジャーサードを想像させちゃう。感じはありますよね。ぶつかんないからね。さそうだとぶつかっちゃうけど。これは、むしろこの、
F セブンス系ですね。F セブンス系な感じがする。これはよくわからない。ここは展開系。展開系、ま、展開系なんか、インバージョンとか、A マイナー。おぉ、A マイナー。A マイナー。ここは A のハーフディミッシュの感じですよね。なんだ。何に使うこれ。マイナーメジャーセブンスボン A は A のハーフディミッシュ系のサウンドです。ここに展開系ですね。 B 動くとね B よいしょ。クリシェで出てくるって感じですよね。クリシェ。クリショになりそう。クリシェ。今、C のさ、C マイナーから、こう C マイナーメジャーセブンスに行った時に、ベースがクリシェしてるような。ありそう。次、オーギュメント。オーギュメントは、あ、ちなみになんでこの4つ選んだかっていうと、他のコードって普通のシーンのところにあったでしょ。B マイナーセブンも G セブンも B ハーフディミニッシュも。だからさっき考えたら考えなくていいってことね。これは単なるアッパーストラクチャーだよね。つまり C マイナーメジャーセブンスにテンションが加わる。ナインステンションが加わっただけですよね。まあ、アッパーストラクチャーコードにして、USC にしよう。よく UST って言って、アッパーストラクチャートライアドって言うんですけど、今回は、4和音で考えております。はい。で、D。D か。まあ、これは展開系か。展開系なんですけど、展開系なんですけど、なんか、なんか面白そう。ここは今普通の C メジャー、知らん？ C メジャーナインスから、C マイナーメジャー、あちゃ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 、こうだ。C マイナーメジャーセブンスのC マイナーメジャーナインス、オン D みたいな方ですね。ははーっていう感じ。あ、いいだよね。これはこれ完全にあれですよね。フラット5ゴールカウン F7 のシャープイレブンテンション雰囲気ゴールですね。これいいですね。いいけど、ギター弾きづらいから使われないか。B フラットメジャーセブンスオン F。 こ
これは F7 のシャープ11の雰囲気、まあフラット5の雰囲気ですよね。で、これはインバージョンで、一応弾いとくインバージョンで。ここは基本形だ。展開系だ。インバージョン。いい。これなんか。どう考えた方がいい気がするな。あのメドリックマイナー上のコードに関しては今度アッパーストラクチャーで考える会をしよう選手権をしよう。これはね、一応インバージョンに近いんですけど、ちょっと話違うの。フラットファイルをわざわざさせてるんで単純なあれではないんですよね。もちろん、ただの、このコード、F7、普通にやったら F7 なんですよ、ここ。なんですけど、私は、なんとなく、ここの、4番目のセブンスコードについては、フラットファイブにした方が、なんか分かりやすいじゃないな。この、メロディックマイナー感があると思って。まあこれはインバージョンっぽいですよね、単純にね。っていうか多分ね、ドミナントが強いんで、どれもインバージョンっぽくなると思う。ここもそう、F7 フラット5オン C。C じゃない、C じゃない、D。これも。オーギュメントメジャーセブンスポーツさがあるの13さがねの展開系って感じがするね。で、E フラットもこれもインバージョンなんだけど、まあ完全なインバージョンです。ただセブンスのインバージョンなんで、なんかちょっと不思議な雰囲気。で、G。ああ、濃い、いいね。かっこいい。まあ、このコード自体はかっこいいんだけどさ。これもうさ、G7 入ってんだよ、これ。ここにトライトーンがあるから。で、この G が。すごく多分ね、これ単純な G7 のところに、 G7
G7 に限らないか、あのドミナントコードのとこに突っ込めるコードですね。まあ、これはインバージョンでしょ、B もインバージョンか。インバージョンですね。なるほどね。A のハーフディミニッシュどうでしょうね。ここ C で使うな。これがリン、ん？ん？これインバージョンか。まあ、そもそもさ、A のハーフディミニッシュっていうのが、な、不思議なコードではあるんですけど。今のコード進行いいですね。これね、ハーフディミッション D を使ったコード進行ですけど、今のは C メジャー9、ハーフディミッション D、E マイナー7で F7 フラット5っていう音。交互に互い違いに、C メジャーのコードと C のメロディックマイナーのコードが来るみたいなやり方でしたが、そこでこれ使っていくのはあり、 B マイナー7の代わりに A ハーフディミッション D 使っていくっていうのはありかもしれない。次 E フラット、ここでさ、あのオーギュメント使っちゃうっていうのはあるけど、ね、オーギュメントね、オーギュメントメジャーするんです。この解決するときに。これにしちゃうっていう、つまりこれは、今やったコード進行を書きますと、まあさっきからやってるやつね、 F メジャー7、 F ハーフミッション、あ違うか、メジャー7フラット5、あメジャー7じゃん、あ、いいのか。メジャー7フラット5オン G にしたっけ。で、これで解決先が C じゃないですか。で、C のオーギュメントに解決するのを
代にして、F シャープ、ハーフディミッシュ、オン、C でしたね。ここはニアリーイコール C のオーギメントね。で、なので、これは A フラットの E フラット。これは単純に転調しただけのコードね。E フラットを C に変えただけ。ははーん。これいいじゃん。これいいじゃん。5度、弦5度下のハーフディミニッシュコードをトニックがルートの時に鳴らすっていう技。これ使えるんじゃないですか。うん。全然かっこいいな。ありあり。最後トニックをこれにしちゃうっていう。これトニックね。トニックとして使うといいね。F、これはもう、何？あ、ちなみにこれ一旦インバージョンでもあるからね。インバージョンだね。インバージョンだけどなんか、いいコードだ。なんか簡単に弾きたいんだよな、ギターで。さ、マイナーメジャーセブンとかってさ、あんま簡単に弾けないじゃん。オーギュメントとかさ、ディミニッシュとかって、なんか弾き慣れてないから。まあ、弾き慣れればいいって話でもあるんだけど。なんか単純なコードにさ、したいんですよね。さあ、A フラットオン F。A フラット A ハーフディミニッシュオン F。あ、これは単純なあれですね。単純な、あの、F7 系です。F7 ですか ?F9 ですね。F9。C はコインバージョンですけど、まあインバージョンだなって感じ。で最後 B、 これ何？これは、この B7 っぽさはすごい出る。ね。ああ、全音下のハーフディミニッシュ、あ、このコードじゃん。このコードっていうか。あれだわ。私がよく弾いているコードで、さっき出てきた、これあるじゃん。F ハーフディミニッション G。これが、これがここのコンテキストで出てきただけだ。そうか、これはこのコードか。ははーん。ははーん、そうだ。なるほど。オルタハードコードなんだよね、だからね。イゴール。これはオルタハードコード。オルタハードスケールとバッチリマッチしている。コードでしたね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。また1時間話しちゃったわ。ハイブリッドコード選手権でした。大丈夫かな。こんな動画出してたらチャンネル登録者減るんじゃないかとか思うんですけど。
あ、まあちょっとさ気にしないでいこうか。来週はちょっとアッパーストラクチャートライアド選手権しようか。なんかいろいろ新しいコードをね探っていきたいと思います。うん、じゃあまた。おやすみ。チャンネル登録とかもこう、もうなんか、これね、面白いと思った方は才能あるんで、ぜひチャンネル登録してください。それで、減る人との間で、トントンになってくれるといいなと思います。じゃあね。じゃあ。